ダムサマラブ。Yeah.
んじゃないかな。まあまあまあ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、のみのみ。マルチプレイ、トーポベース、マルチプレイ、失礼します。まあ緊張するやろ。大丈夫？大丈夫よ。大丈夫。ちょっと緊張してる。大丈夫ですか？じゃあまたちょっと紹介しますね。ドラム変わります。ドラム畑野剛。このギターがまた先ほどベースを弾いた玉子そものぶ。これは1曲、このメンバーで1曲、2曲入ってるよ。2曲、このおいしいとこ2曲入ってる。じゃあ張り切ってどうぞ。ちょっと待ってね、ちょっと待てよ。
で次はラジオマジックじゃないですか。もし知ってたら一緒に歌いましょう。行きましょう、ラジオマジックです。
がとうございます。いや本当にありがとうございます。あ、よかったね、江田島のみんなに会いまして、本当にありがとうございました。本当にいや初めて日本中をこうやってもうみんなに会いたくて、なかなかバンドでアステカ本体とかバンドで動くとやっぱり大都市が中心になっていろんな人と会いたいんですけど、本当に応援してくれたみんなと会いたいんだけど、なかなかそこで終わってしまうということが現実なもんで、ギター一本持って一人でいろんな街に行って、そしてその街のみんなと一緒にプレイできたら最高だろうなと思っても、大体20年近くこうやって旅をしてるんですけど、今日初めて江田島のみんなに会えてよかったです。これを機にまたこの街にやってきて、またみんなと一緒に大騒ぎしたいなと思いますので、またよろしくお願いします。今日のアーティカーのね、みんなの応援のおかげで本当に40年というデビューして、まあ僕らの世代のバンドは最初に 3,4 年やっただけで解散して30年近く何もやってないのに40周年とか平気で言ってますけど、僕らは実際ずっとやってますので、これからもいつまでできるかはね、まあ、年齢的にコロッといってしまう可能性もありますので、生きてる限りはやりたいと思いますので、どうか応援よろしくお願いします。ありがとうございました。僕にありがとうみんなね、ありがとう。で最後に、僕たちのはっきり言って代表曲ですね、ライブの際にこう絶対、この曲だけは外したことがないんですよ。怖くて外せませんね。そうそう、こういうセッションやってももう取り合いっすよ、取り合い、俺たちがやる、俺らやるみたいなところで、今日はこいつが企画してくれたからこいつが勝手にギター握ってますけどね。いや、みんなでやってもらいたいんですけど、どうしてもなんか やれと同級生トリオでやるんです。そうそう、なんか同級生トリオでやりたいってことで。オッケーオッケー。すげえもうこれ。すごいことなっちゃった。すげえわ。OK ですか？行きましょうか。はい、ステージ上の死後はフォロナこの間が何とも言えないなと待ってたんですけど、最後ですからきちっと締めましょうこのダラダラ感はないやお願いします。行きましょう。はい、
そうです。じゃあ、こんちゃん。じゃあ、こんちゃん。じゃあ、とおるくん。